とんでもない差別を助長する発言をしてそれでひろゆきが当然のツッコミをしてそれでなんか平石がいやまあまあ別にひろゆきさんそんなに騒がなくてもみたいなニュアンスのことを言うっていうのはこんな感じのことがもう延々と続いているんですね。アベマプライムっていう番組がこのクルド人の差別の問題、まあ、この問題に関していろいろゲストを呼んで あの話すみたいな番組をまあ昨日やっていたんですけど、まあ、その内容がちょっとあまりにもひどすぎるということで、まあ、それについてちょっと話していこうと思うんですが、ま,あ、まずですね、 これ最初にこのまあクルド人の,あの差別の問題というか、クルド人問題っていうのを紹介するにあたって、最初にいろいろ川口市で、埼玉県の川口市でですね、いろいろクルド人が当事者となっているトラブルが多発しているとか、そうしたことを紹介して、それでこれは私もあの以前取り上げたことなんですけど、維新議員が あのクルド人がなんか川口市でいろいろ問題を起こしているみたいなそういう差別を助長するような質疑を国会で行ったっていうことがあったんですが、まあ、あの質疑をですねあのもうな全く批判もせずになんかこういうあのこともあって、まあ、こういう国会であの取り上げるレベルまでに問題化しているみたいなそういう文脈で紹介したっていうことがあってこの問題を語る にあたって、その、石井高明ですとか、もしくはまあ産経新聞とかも最近はそうだと思うんですけど、そういう、その右翼系の、まあ、自称ジャーナリストとか、その新聞社とかが、そのなんかクルド人に対する差別を助長しかねないような報道姿勢をとっているっていうことが、まああると思うんですけど、まあそういう、その、まあ外部の川口市民でも何でもない連中がいろいろ差別を先導しているっていうことには、まず一切この最初の、あの VTR では全く触れていなかったんですよね。 で、まあ、この時点で、ほんといろいろおかしいというか、あの、ま、出演者がね、まあ、後に触れますけど、出演者が、あの、差別主義者であるっていう問題もありますし、まあ、そもそも、この、アベマ TV っていう番組自体、まあ、以前、成田雄介が、あの、高齢者が、なんか死ぬべきみたいな発言をしたのも、この番組でしたし、まあ、何も期待していない、も全く評価できない番組だったので、何も驚きではないんですが、まあ、そういうことがまずあったんですね。 で、まあ今、軽く触れましたけど、その、この番組に出演させた、このゲストとしてですね、今回、この昨日、この特集をやるにあたって、呼んだゲストっていうのももう本当ひどくって、それで、あの、川口、川口市で、その川口自警団とかを自称して、なんか最近、そのクルド人の、えー、なんか暴走するクルド人を取り締まるとか、まあ自主的にあの取り締まるみたいな、そういう名目で、まあ川口自警団とかいう、 団体を立ち上げた、まあ、レイシストがいるんですけど、まあ、この太田っていう人らしいんですが、まあ、その人はもう、要は、クルド人がいろいろ暴れてるから、私たちが、日本人がちゃんと、その責任を持って取り締まらなきゃいけないみたいな形で、それで、なんか、犯罪を一般的にその取り締まるみたいな自警団ですらなくですね、まあ、クルド人を標的にしているっていうことをもう隠さず、あの、そういう、あのそういうことを言って、そのクルド人を標的にした、その、えー、まあ自、自称自警団であるっていうことが、この、えー、団体についてはあるんですが、なんか、 そのメンバーに関してもですねなんか、えー、なんか3代日本人じゃないとダメみたいなことを言って、それでなんかあえて女性の団員も加入です、えー、歓迎ですみたいな書いてるものがちょっとキモいなっていうふうに思ったんですけど、 そのレイシスとかやってる差別先導団体、まあ、これを立ち上げた大田っていう人をまず一人ゲストとして呼んだんですね。あともう一人呼んだのも、これ白根大輔っていう、まあ、この人埼玉県議会議員なんですけど、まあ、この人もなんか一応立憲民主党のに所属しているその立憲民主党っていうのは差別をなくすっていうことを考慮に掲げている政党なのに、なんかそういう白根っていうこの人は、 いろいろ X 上とかでも、あの、外国人に対する差別を助長しかねない発信をしたり、石井孝明のような、その差別を先導するような情報発信を日頃からして,している自称ジャーナリストと、まあ、つるんだりっていうか、まあ、そいつをリツイートしたりね、なんか、立憲に所属しているにも関わらず、差別を助長しかねないような動きをいろいろしているおかしなあの権威なんですけど、まあ、この二人をゲストとして呼んだんですね。あと、まあ、もう一人、なんか自民党の、 え、議員とかも呼んでましたけど、まあ、そういうことがあるんですね。この番組で、ま、具体的にどういうやりとりがあったのかっていうことをちょっと紹介していこうと思うんですが、まず、これ、あの、まあ、これでご存知の方が大半かと思いますけど、アベマプライムっていうのは、ま、平石、えー、っていう人が、あの、司会を務めている番組で、それで、ま、広雪もしょっちゅう、この番組に出ていて、まあ、この、昨日も、この特集をするにあたって広雪が出ていたっていうことがあったんですね。で、それで、ま、この時系団を作ったレイシストである太田っていう人が、 このまあ川口市民は本当、すごい今、クルド人が怖くて、あの自分でとそういうクルド人の暴走を止めたくても、あの全然なんかこ怖くて声を上げ,上,げれ上げることができていないんだ、だから、自分はこの太田っていう人は確か東京都民だったと思うんですけど。 まあこの人がなんか外からあの川口市に行って私たちがその川口市の安全、川口市民の生活と安全を守るんだみたいなことをま言ってるんですけど、それに対してまあひろゆきがあの怖いことって具体的になんかどういうことがあるんですかみたいなま質問をしたんですね。 で、それに対して大田は、あの、今のところ別にそういう怖い思いを空洞人からされたことはないっていう風に言ったんですよ。で、なんで、それでひろゆきは、いや、お前、こ、怖いことがあるから川口市民が全然声上げれな、上げることができてないって言ってんのに、実際は全然そういうことないんじゃん、嘘じゃんっていう当然のツッコミをしたんですけど、で、それに対して司会の平石氏は、まあ、今のところはその大田さんは、別に怖いことはなかったっていう、 言ってるだけだけからままあまあその辺はちょっとひろゆきさん落ち着いて、まあ、ひろゆきさん落ち着いてっていうふうにちゃんと口では言ってなかったですけど、まあそういうニュアンスのことを言って、それであろうことか、なんかこの差別主義者に対して助け舟を出すようなことをしたんですね。えー、で、その後も、この太田っていう人は、あの、まあ、クルド人がいろいろこの川口市で強盗ですとか、まあ、殺傷事件ですとか、そうしたことを、えー、起こしているっていう、まあそうしたあの、えー、犯罪を犯しているっていう。 言ったんですけどでそれに対してですね、ひろゆきは、いや、殺傷事件って具体的にどういうことがあったんですかみたいな、えー、ことを聞くと、太田は、まあ、具体的にはその川口市内の公園で、まあ、なんか日本人がそのクルド人の集団にとされて、それで怪我をしたっていうような話は聞いていますみたいなことを言ってんですね。で、それでひろゆきはいや、あの殺傷事件の話をしてるんであって、事件ですらないそんな脅しとか、そんなことは聞いてないっていう、まあ、当然のツッコミをしたんですよ。 それに対して、まあ、平井氏は、あの、まあ、この司会の平井氏は、まあ、こういう、そんな、あの事、事実の話は別に水掛け論になるだけだし、まあ、今は別に確認できてないんで、まあ、一旦、広井さん引きましょう、みたいなことを言ったんですね。で、ただ、広井はそれに対して、いや、大田さんが知ってるんだから、それ、ちゃんと言えばいいだけじゃないですかっていう、まあ、当然のツッコミをしたんですけど、まあ、それに対して、大田は、えー、障害事件だったらあるかもしれないとか、なんか、めっちゃ最初は、なんか、断定調で、えー、クルド人が、あの、強盗したり、その殺傷事件を起こしたっていうことを、あの、自分が聞いているみたいなことを言って、 なか,かなりトー,トーンダウンして傷害事件だったらあるかもしれないとかね。もう本当あの全くその根拠もないことを平然と口にするっていう時点で、あの最初からそのクルード人に対する差別意識っていうのがあって、それを補強するために、いろいろとその妄想しているっていうことが、もうこ,こうした、えー、もうこの一連の中で明らかだと思うんですよね。 で、その後も、なんかまた太田が、このクルド人が、なんか全員ほとんどっていうか、クルド人の多くがテロリストであると、まあ PKK っていう、そのトルコからテロリスト団体として指定されている、そういう組織にあの加入しているテロリストが、あの大半であるみたいなことを言ったのに対して、ひろゆきは、いや、そりゃクルド人って2000万人くらいいるのに、それ一括りにして全員が、その、その多くがテロリストでだっていうふうになんかクルド人全体があたかもテロリストであるかのように語るのは、そんな無理あるでしょっていう突っ込みをしたんですけど、 この司会、司会の平井氏はですね、この、あの、特定の民族を、そういうふうに悪魔化して,て、その全体がテロリストであるかのように語る、この、大田の、えー、もう、劣気とした差別煽動発言に関して、全く突っ込まずになんか次の出演者の、他の出演者に対して、話題を振ったんですよね。 で、こんな感じで、なんか、大田がなんかとんでもない差別を助長する発言をして、それで広ゆきが当然の突っ込みをして、それでなんか平石が、いや、まあまあ別に広ゆきさんそんなに騒がなくてもみたいなニュアンスのことを言うっていう、こんな感じのことがもう延々と続いているんですね。これってなんかもう典型的というか、もうアベマ TV の問題点、アベマプライムの問題点っていうのを如実に表しているなっていうのは、ま思ってまして。 その、全然まともじゃない、このひひ、あの、太田っていう人をは,はっきり言っても、絶対に許されない。もう、えー、100年前に生きていたら、絶対に朝鮮人を虐殺していたであろう。そういうレイシストを、えー、呼びつけて、 そういう全然全くもまともからほど遠い、あの、この世で最も集悪といっても過言ではないような言動を繰り広げている人間を呼びつけて、それと、あと、まあ、ま、ひろゆきっていう、まあ、ひろゆきもね、全然まともではないですし、他の場面ではなんか差別を助長するようなこと、あの、辺野古のの問題でも過去にありましたけど、そういうことを言ってるので、まあ、全然まともではないんですけど、ただ今回に関しては、まあ、当然の、そのなんか差別主義者の戯言ごとに対して、当然の突っ込みを入れるっていうことをやっていた、まあ、この二人に関して、 その真ん中を取って、その、なんか視界としては、そのどっちかの肩を持つんじゃなくて、なんかその真ん中を、えー、取るのがなんか正しいみたいに思ってる節が多分あると思うんですよね。で、ただそんなわけがあるかという話なんですよ。このはもう主義主張の問題じゃなくって、その妄想をいろいろなんか吐き散らして、それで差別を先導するようなことを言う人間と、それに対して当然の突っ込みを入れる人間がどっちもどっちなわけがないですから、なのにまあ結局その、まあ、 アベマ TV、アベマプライムっていうのは、もうなんか自分のその主義主張とかいうのは全然なくて、結局なんか自分が中立ずらして、なんか、いや、私は本当なんか一つの正義に凝り固まっている、そういうなんか、 あの、凝り固まった思想にこ、思想に凝り固まったそんな偏教な人じゃないんだ。私たちは、あの、本当に冷静にいろんな物事を判断できてるんだっていう風に勘違いしている、なんか X 上では、ま、モヘモヘとかいうユーザーが顕著ですけど、まあ、そういうネットユー,ーユーザーとかと同じようなメンタリティの、まあ、霊障形に過ぎないんですよね。この平石氏とか特にそうですけど。あと、平石氏、まあ、この X で、あの、この、A、番組、まあ、昨日、 あのクルド人の,この特集をやるっていうことを告知する中で、太、まあ、田と白根とていうこの差別を助長する発信をしている権威をまあゲストとして呼ぶっていうことを告知するツイートをしたんですけど、それでまあ当然のようにその差別に反対している人たちからあのかなり批判を食らって、なんかこのポストをなんかしれっと削除してるんですよね。 で、それに関して、まあさっき見たところでは何の弁明もなかったみたいで、あのこの番組自体も YouTube にいまだに上がってますから、ポストを削除するぐらいに問題だっていうふうに思ってんだったら、ちゃんとそ YouTube もちゃんと取り上げ取り下げて、あの自分がなんかそういう無責任な司会進行をしたっていうことをちゃんと謝罪するべきだと思うんですけど、なんかそういうことも一切ないみたいなんで、なんか うん、その自己対応っていうのも本当無責任だよなっていうふうに思いますよね。まあ、あの、そういう話ですので、このアベマプライムっていう番組、まあ、石丸新二とかも、なんか、えー、メディア、大手メディアの、に対してはなんか普通の質問をしている記者とか、あの、 え、アナウンサーとかに対してなんかすっごい難癖をつけるような対応と小さいな後もしてましたけど、その、その時もなんかアベマプライムとニコニコはすごいまともだったとか、そういうネットメディアを持ち上げるようなこと言ってましたけど、もう全然違いますからね。そんな全然まともからほど遠い、まあ自分の価値観をきちんと持つことのできない、そういう霊障系が運営している番組っていうのがこのアベマプライムであるっていうことを、まあこれはもう私が言うまでもなく、すでに多くの人から指摘されていることだ,だと思うんですけど、まあそれでその広ゆきみたいな人間がまともな立場を取るレベルで、 ひどい番組であるっていうことも今回改めて認識させられましたし、まあ、過去にもこの動画の最初で取り上げましたけどあの軽く触れましたけど成田悠介があの高齢者に対する差別扇動をしたのもこの番組ですしあの時も平石氏はなんか何てこと言うんですかとか,なんか半笑いであの反応するだけでろくにとがめることもしてなかったですから、まあ、そういう人間があの司会進行している番組っていうことでもう全く人権意識のかけらもないまともかから程遠い番組であるっていうことを改めて認識させられましたし まあそういう無責任なえ報道姿勢をする人がえあの、そういう無責任なネットメディアが大きな顔をしているからこそ、今のインターネットではあのかなり差別的な言動を取る人が多いんだろうなっていうふうに思いますから、まあ、改めて差別に反対する発信を今後も続けていかなきゃなっていうふうに思いましたけどね。